今アナウンスにもあったんですけれども、来週はイエス様の復活を祝うイースターです。今日はイエス様の十字架の苦しみを覚える日です。白の日曜日と言いますけれども、聖書の時系列に従って言うならば、イエス様は金曜日に十字架にかかる、その週の前の日曜日にエルサレムに入った。その時に人々がこう白の葉っぱを、なんていうかそれで出迎えたというところから白の日曜日という名前になっています。ずっとルカのシリーズを私は読んできたんですけれども、ちょうど続きのところが今日はこのイエス様の受難の記事にあたっていますので、1ヶ月前の続きになりますけれども、24章の26節から49節を読んでいきます。ちょっと前になってしまったので、どういう話だったかもう覚えていらっしゃらないかもしれないんですが、前回読んだところではイエス様は無罪であるにもかかわらず、人々の狂ったような十字架につけろという要求によって十字架刑が確定したというところまで読んできました。今日読んでいく箇所は、十字架にかけられるために処刑場にイエス様が連行されていく場面から始まっています。犯罪人とされたイエス様が処刑されるのを見ようとして、大勢の群衆がイエス様の後についていきました。そんな状況の中、この福音書を記録したルカはイエス様がそんな状況の中で人々に語りかける言葉を記録しています。それは十字架の苦しみの中から私たちに語りかける声でもあります。早速読んでいきたいと思います。最初に26節から32節です。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は、山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。最初に本題に入る前に、このキレネ人のシモンという人が登場していることについてちょっと触れておきたいと思います。普通十字架刑になった罪人は、自分がかけられることになる十字架を自分で背負って処刑場まで行かなければいけませんでした。イエス様もそうだったはずですけれども、おそらくイエス様の体力がそこまでもうなくて、自分で十字架を背負うことができませんでした。そこでそこを通りかかったキレネ人のシモンという人を捕まえて、無理やり代わりに担がせたということです。イエス様は十字架刑が確定する前に人々から受けた暴行によって、すでに消耗しきっていたと考えられます。イエス様が十字架にかけられてから息を引き取るまでの時間が通常より早かったのもそのためだと考えられています。十字架刑というのは手足に釘を打ちつけますけれども、それだけではすぐに死ぬような傷ではありません。ですからイエス様は十字架にかけられる前からすでに瀕死の状態で、重い木を組み合わせた十字架を担いで歩くことはできませんでした。今日読んでいくイエス様の言葉は、
そんな状態で語られているということを心に留めていただきたいと思います。それでは本題に入っていきます。ここでイエス様は泣きながらついてくる女性たちに向かってこう言われました。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。なぜなら都エルサレムはやがて敵に滅ぼされて、エルサレムの住民は大きな苦しみを味わうことになるからだと言われています。そしてこう問いかけています。生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。これは謎めいた言葉ですけれども、おそらく生の木というのはイエス様のことで、枯れた木というのはエルサレムのことです。神様との関係に生きていて罪のないイエス様は生きている木、英語ではグリーンツリーとなっているんですけれども、緑をつけた木です。一方、神様を忘れて神様との関係に死んでいるエルサレムは枯れた木です。罪のないイエス様が苦しまなければならないのなら、罪のあるエルサレムにはどれほどの苦しみが待っているかわからないということです。これはエルサレムに対するイエス様の憐れみの言葉です。イエス様はこれまでにも何回かエルサレムが滅びることになるということを予告して、そして涙を流して嘆いたというところもありました。そして今ここで十字架の最後の場面で最後にもう一度そのことを嘆いて、同時に最後の警告をしていると言えます。自分自身を振り返って神様に立ち返ってほしい、そうでなければ滅びてしまうという警告です。イエス様の死後40年後にエルサレムが滅びるのは、ユダヤ人がローマ帝国に反逆して逆にローマ帝国に征服されてしまうからですけれども、でもそれも究極的には人間の罪に原因があります。エルサレム神殿には火がつけられて多くの人が犠牲になりました。そしてイエス様を十字架刑にしたのは、それもやっぱり人間の罪に原因があります。具体的にはユダヤ人指導者たちの妬み、そしてローマの人たちの無関心、弟子たちの臆病、そして群衆の狂ったような状態です。イエス様は自分が今ここで味わっている苦しみとエルサレムの人々が味わうことになる苦しみを持って嘆いているということです。人間の罪というのは互いの間に競争を生んで憎しみを生みます。そしてそれが複雑に絡み合って社会全体に恐怖と悲しみを生んで、苦しみが尽きることはありません。そんな私たちにイエス様は、自分自身の罪を知りなさい、そして罪がもたらす苦しみを知りなさいと言われています。イエス様を殺したのも、エルサレムを滅ぼしたのも、そしてこの世界に苦しみが絶えないのも、私たち人間の罪のせいです。そのことを私たちは知らなければいけません。それでは続きを読んでいきます。33節から38節です。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水武道士を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。
イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。自分を十字架につけて、そしてあざける人々でも、イエス様は責めたり憎んだりしませんでした。反対に彼らのために祈っています。34節。父よ、彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのです。彼らは何を分かっていなかったんでしょうか。それは彼らはイエス様を苦しめることで、実は神様を苦しめていたということです。彼らはイエス様が神様だとは信じませんでした。なぜでしょうか。それは自分たち自身が神様だったからです。自分たちが正しいと思い込んで、イエス様がどんなに正しいことを教え、どんなに良いことを行ったとしても彼らの心には届きませんでした。それが人間の罪で、私たちもみんな持っているものです。自分が正しい、自分が一番大事だと思う性質です。この罪の性質に気がついて方向修正をしない限り、私たちはみんなこの罪の性質に支配されたまま生きることになります。それは結局神様を悲しませて人々を苦しめるだけです。でもイエス様のここでの祈りは、そんな風に罪に支配されたままの私たちを責めるどころか、深く憐れんで許してくださっています。父よ、彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのですと言われています。私たちは自分の罪の中で、そしてまた他の人の罪に巻き込まれて間違いを犯します。そして神様を悲しませて人を傷つけます。それに気がつきもしません。でもイエス様はそのすべてを受け止めて、私たちを許してくださっている方です。最初にイエス様は私たちに自分の罪を知りなさいと語りかけているとお話ししました。でもその次にここで言われていることは、自分の罪を知らない私たちに対して、私はあなたを許しているということです。イエス様は私たちが罪の中で神様が見えなくなることを知っています。そしてそのことを憐れんで、それでもいいと言われています。そんな私たちのためにこそイエス様は来られたからです。イエス様は私たちが罪を悔い改めたら許してやろうと言われたのではありません。罪を知らない私たちのことを悲しみはしても、決して責めたり憎んだりはしていません。イエス様は十字架の上で痛みと苦しみの中で、私はそれでもあなたを許していると言われています。この言葉を私たちも受け止めましょう。次に39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をもう恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。ここで初めてイエス様の味方が現れました。それはイエス様と一緒に十字架にかけられた二人の犯罪人のうちの一人でした。彼がどういう人だったのか、どんな罪を犯したのか、聖書には何も書かれていないので分かりません。でも、彼
彼とイエス様のやり取りは私たちに大切なことを教えてくれています。この犯罪人はこれまでお話ししてきたイエス様の語りかけをしっかり受け止めていました。自分の罪を知っていて、でもイエス様はそれを許してくださっている方だということを彼は知っていました。だから自分は十字架刑に値する罪を犯したという自覚がありながら、恐れずにイエス様に願いを打ち明けています。死んだらあなたと一緒にいさせてくださいと願っています。これは私たちもするべきことですし、していいことです。自分の罪を知って、でもイエス様の許しを知って、イエス様と共にいたいと願うことです。イエス様の答えは読んだ通りです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この聖書の教える楽園というのは、単に苦しみも悲しみもない死後の世界というわけではありません。イエス様と一緒にいるところが楽園です。それはやがて世界に終わりが来て、イエス様がこの世界に戻ってこられるときに完全に実現する世界ですけれども、でもすでに始まっているとも言えます。イエス様の愛によって私たちが神様を愛して、そして互いに愛し合うとき、神様の楽園はそこに実現しています。ですから死んだら行くという場所ではありません。イエス様は一緒に行きたいと願った犯罪人に、あなたは今日そこに私と一緒にいることになると言われました。それは生死を超えて私はあなたと共にいるということです。そしてあなたの体が死んでも、あなたは私と共に生きることになるということです。私たちもこの楽園に招かれています。イエス様は今日ここで共にいてくださる方です。そして私たちの体が滅びても、私たちはイエス様と共に永遠に生き続けるという約束が与えられています。それでは最後にイエス様が息を引き取る場面を読んでいきたいと思います。44節から49節です。すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て、胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。イエス様の十字架の上での最後の言葉は、福音書によって少しずつ異なっています。一番有名なのはマタイとマルコに記録されている、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉です。それとこのルカが記録する、私の霊をあなたに委ねますという言葉は矛盾しているように感じられるかもしれません。またヨハネ福音書ではさらに短く、成し遂げられたとしか言われていません。どれが本当なのかと問いたくなりますけれども、答えはおそらくどれも本当なのです。イエス様は十字架で神様に見捨てられました。神様はイエス様を助けませんでした。イエス様は人間にされるがまま、殺されるがままでした。だからなぜ私を見捨てになったのですかという叫びは真実です。でも同時に
それこそが神様の意志にかなうことでした。イエス様は人間のされるがままに殺されることを自ら選びました。神様に見捨てられて苦しむことを受け入れました。逃げることもできましたけれども、そうしませんでした。それが神様の望みだったからです。だからルカの私の霊をあなたに委ねますという記録も、そしてヨハネの成し遂げられたという記録もやはり真実だと言えます。もう一つ、このイエス様の最後の言葉を聞く上で大切なことは、これらの言葉が詩篇の歌にあるということです。マタイとマルコのなぜ私を見捨てられたのですかという言葉は詩篇22編にあります。今日読んでいるルカの私の霊をあなたに委ねますという言葉は詩篇31編にあります。それは両方とも苦しみの中で神様を信頼する歌です。イエス様は決して罪を犯しませんでしたけれども、罪に支配されている私たちのこの世界に来てくださいました。そして本当は私たちが歌うべきこの歌を共に歌ってくださいました。31編の一部を読みたいと思います。皆さんの手法に載ってないのでスクリーンを見てください。詩篇31編の 6節から15節、途中飛ばしますが読んでいきます。誠の神主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。私は虚しい偶像に頼るものを憎み、主に信頼します。主よ、憐れんでください。私は苦しんでいます。目も魂も腹綿も苦悩のゆえに衰えていきます。命は嘆きのうちに、年月はうめきのうちに尽きていきます。罪のゆえに力は失せ、骨は衰えていきます。私の敵は皆私をあざけり、隣人も激しくあざけります。親しい人々は私を見て恐れを抱き、外で会えば避けて通ります。人の心は私を死者のように葬り去り、壊れた器とみなします。密かな声が周囲に聞こえ、脅かす者が取り囲んでいます。人々が私に対して陰謀を巡らし、命を奪おうと企んでいます。主よ、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。この歌をイエス様は私たちと共に歌ってくださっている方です。だから私たちは罪によって神様が見えなくなっていても、それでもあなたを信頼しますということができます。神様は黙っておられるのではなくて、私たちの苦しみを共に苦しんでくださっています。ですからイエス様と共に、私の霊をあなたに委ねますと言いましょう。最後に、このイエス様の死によってもたらされた変化を、大きな変化をお話しして終わりにしたいと思います。イエス様が十字架で死なれるとき、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたとありました。神殿の垂れ幕というのは、神殿の最も奥にある聖なる場所と人間を分断するためにありました。聖なる神様と罪ある人間は隔てられなければならなかったからです。でもイエス様が私たちのために死なれたということは、その幕はもういらないということです。そしてその幕はもうありません。私たちと神様を隔てていた罪という壁はイエス様が壊してしまいました。
だから私たちは罪の中で死ぬことはなく、神様の愛に生きることができるようになっています。ただこのことはイエス様の死後3日後にイエス様が復活されたことによって初めてわかることです。イエス様を慕ってついてきた弟子たちや女性たちはイエス様の最後を、十字架での最後を遠くから見届けながら絶望に包まれていたはずです。それでもイエス様の最後を見届けた人々の心に何かが届いたのも事実です。ローマの百人隊長が神様を賛美して、そして見物に来ていた群衆は感動しながら帰っていったとありました。彼らはそれまでイエス様のことなんて自分とは関係ない犯罪人だと思っていたはずなのに、イエス様の最後を見て、この人は何かが違う、人間を超えた力がこの人に働いているということを感じました。それが何だったのか、イエス様の何が特別だったのか、なぜそれに心を動かされるのか、その答えは復活の後に分かることになります。そしてその答えがさらに人の心を動かして私たちにまで届けられました。イエス様によって人生を変えられた人たちがまた別の人の人生を変えて歴史を変えてきました。私たちの罪との戦い、自分の罪の性質との戦いというのは一生続きますけれども、でも十字架からのイエス様の声に耳を傾けていけば、イエス様はいつも共にいてくださるということがわかるはずです。ですから罪の中で死ぬことはなく、神様を愛して人々を愛して生き続ける命をいただいて毎日を生きていきましょう。お祈りします。イエス様、あなたの十字架にかけられたその最後の時を今日は聖書を読んで心に留めています。主よ、その時のあなたの苦しみの大きさ、痛みや、そして心が感じていた痛みも私たちの想像を超えていますけれども、でもその中でもあなたは決して私たちを責めることなく、誰を憎むこともなく、ただ苦しみを受け入れて私たちのために命を捧げてくださいました。私たちは自分の罪の中でどこを向けばいいのか、何を向かって何に向かって歩んでいけばいいのか分からなくなる時もあります。そして他の人に傷つけられ悩む時にもどこを向けばいいのか分からなくなります。でもイエス様、あなたはそんな前の見えないような状態にある私たちと共にいてくださる方です。そこにこそあなたは来てくださいました。ですからどうぞあなたの声をよく聞いて、あなたが確かにそばにおられて共に歩んでくださっているということをどうぞ覚えて一歩一歩を進めていくことができるように助けてください。そしてどうぞあなたが3日後に復活されたときに、そしてその意味が明かされたときに、弟子たちや、そしてあなたのことを慕っていたすべての人たちが感じた喜びと
大きな驚きを、どうぞ私たちも同じようにもう一度感じることができるように、どうぞ私たちの心を整えてください。そしてその力によって、どうぞあなたに希望を持って、あなたと共に生きる喜びをもっと知ることができるようにしてください。イエス様、どうぞこの1週間、あなたの苦しみと痛みと、そしてそれがすべて私たちを愛してくださっているからだということを、もう一度私たち一人一人の心に分かるように語りかけてください。そして新しい力で私たちを満たしてください。この時を感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。